はい、今回は、カラーの塗り方の比較ということで、スピードが速いの塗り方は何か、色ムラが少ないのは何か、効率がいい塗り方はどれかということで、3つの塗り方で比較していきます。はい、3つの方法とは、後頭部サイドビューパートで1つ、これは、カラー手袋をかなくてもいいよというやつで入れました。で、次十字ブロッキング、これは一般的に塗られている方法で、3つ目センターで分け取ってから、センターだけで分け取って前から塗っていく方法なんで時短かなと思って、ここに入れました。で、一つ一つ、説明していくと、まず後頭部サイド U パートの塗り方は、ここで分け取って半分割ってからこう塗っていく、こう塗っていって、で最後にこういうパートをこう後ろからこう塗っていくという方法です。で、2番目、これが一番一般的に塗られている塗り方やと思うんですけど、こう10個になって、上から順々にこう順々に塗って、後ろ塗って、で次前塗ってというですね。最後センターで分け取ってからというのは、ここで分け取って、こう前からこうバーッてバーッて、これはやっぱ全体的に、十字ブロッキングとかと比べたら全体のスライス線が少なくなるんで、やっぱ時短にはなるんだと思います。はい、ということで、塗っていきます。で、今回の実験で、まずこのブリーチ剤の量であったり、放置時間であったり、放置温度、あとウィッグも、全部同じウィッグで、塗ってるんで、違うのは塗り方だけ、塗り方以外の条件は同じで、今回検証します。で、一応同じスピード感で塗るようにはしたんで、これ用意どんで始めて、どの塗り方が一番早く終わるのかっていうのも、実験に入れていきます。で、この3番だけちょっと最後チェックしてるんで、3番だけちょっと伸びたなっていうのはありますね。終わったらこれ消える仕組みになってる。ということで、結果は、まずタイムなんですけど、一番早かったのがこの1番の7分48秒で、次が2番の8分47秒、だいたい8分、だいたい9分、で、だいたい10分という感じですね。1、2、3。で、色ムラの少ない順番としては、これが一番色ムラ少なくて、で、色ムラが、多かったのが、一番時間かかってるんですけど、3番が。で、それをちょっと見ていくと、これ、全体的に根元がなぜか明るいっていうのがありますけど、これで。これ綺麗に合わせたかったんですけど、若干合ってない。やっぱこの前髪とかを見ると、やっぱ根元と毛先の差が
わかります。これは僕の塗り方がもうちょっと大きいと思うんですけど、はい、ということで、今回のまとめをすると、この、十字ブロッキングが色ムラが一番少なかった、でタイムも2番目だったということで、今回の実験で一番良かったのはこの十字ブロッキングということで、はい、で最後こっちですね。3つとも体温関係ない穴なのに根元の明度が高い。これ人で塗るとやっぱ頭皮の温度があるので根元は上がりやすいって言われてるんですけど、今回ウィッグでやったのに、根元が明るいっていう時は、根元に液がたまりやすいということですね。これは僕が注意することですね。はい、ありがとうございました。ということで、4回目ということで、今終わってるのはこちらですね。で次回は市販品とサロン品の違いについて、説明と実験と2つを、また投稿していきます。はい、ということでコメントお願いします。登録お願いします。で、今、顔剃り、出してもらってるんですけど、顔剃りの鼻下とか剃るときに力入れるして、くれる人めっちゃ剃りにくいんですけど、でもそういう人は優しい人だと思うんで安心します。ありがとうございました。